こんにちは、広瀬真希です。チャンネル広をご視聴いただきましてありがとうございます。これから食材を買いに精油に行ってきます。買い物が終わったので少し買ったものを紹介したいと思います。サンマのかば焼き、お値下げ品だったので買ってみました。あとは最近はもう寒いので鍋ばっかり作っています。なので豚肉と鶏のもも肉と胸肉、お肉をいっぱい買いました。あとはたまに食べたくなる煮込みハンバーグのハンバーグです。こちらは、これはごぼうリンス逆巻きにしてお鍋に入れます。これはおしゃれネギ、小ネギです。ちなみにやっぱり国産ですよね。これも青森県産ごぼうです。それからラード、ホットプレートで作る焼きそばには欠かせないラードです。食パンに熱々塗って食べるピーナッツバター粒入りです。とっても美味しいんですよ。あとは生姜は4袋くらい買いました。それから私の今日のおやつです。最近キリのクリームチーズにハマっていて毎日食べているので、これも絶対美味しいはず。とっても楽しみにしています。今日は精油に買い出しに来ましたの紹介でした。さよなら。